ジオチョップリン神戸工場計画さあこのね、はい、神戸工場計画はね、ええ、その神戸のねあのまつわる記事とかをね気になる記事とかちょっとピックアップして読んでいってね、はいえー、よりよくう神戸がなったらそれでいいなっていうコーナーなんですけども、はいえー、ちょっと早速ね、えー、記事紹介したいと思います。えー、神戸新聞のの記事ですす店の後継ぎ探しし応援まいバトン 神戸で開始、えー、個人商店や飲食店の後継者探しを応援する「商いバトン」の取り組みが神戸市で始まった、えー、後継者を探しているオーナーの人柄や事業の条件などをインターネットで紹介する仕込みでっていう感じで関係者は「後継ぎ不足に悩む店主と、えー、起業をした人との橋渡しができれば」と意気込むというこういう記事なんですけども「商いバトン」っていうのがね,ね 俺も起業したからねね拾って起業ではないやろ別にまあ確かに高齢で店がバタ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 って言わないからんか気づいたら潰れてる店とか美味しかった店とかだけどオーナーの人がもう高齢で引退そうやねんなだからなそういう意味じゃ神戸のね深江の卓球場俺らが酔いてた球場じゃねえやあっこももうほら潰れてもうたやろ今コンビニやもんなそうやね あそこは残すとかかななああんんであれなんで潰れれ潰たあの神戸のの深いのあの、あのー、おばちゃんがやめたんやろな多分な<ー>すごい名物のおばちゃんがいてて、えー、犬15匹ぐらい散歩してねんな <laughs> <laughs> いやそう犬15匹ぐらい散歩させてるおばちゃんでむ、うんうん、っちゃ変なおばちゃんでなそうそうそうこそれうそうであの家の卓球場めっちゃでかかったんやからうん、うん、そこいもうあれなん 2>, ?2 階建てでそう2階あって。 がやかららぐいほでもうでっかい建物でな1個ドンってあんねんなでおばちゃんの趣味でさんか店の前に瀬戸門みたいなのをめっちゃ置いてて7人の小人の瀬戸門もこれまた15人ぐらいおんな7人以上おるやんけっていうおばちゃんでさあおばちゃんほらほんで俺らほらみんなってたよ友達と一緒に。 だからあの忘れもせんまずカウンターがあっておばちゃんがおってでカシラケットをみんなで、はい、まず選ぶやんか、うんえー、俺はペンや俺はシェイクや、うん、その真ん前におばちゃんがおんねんけどお前らがさラケット選んでて俺,俺が車止めて遅れて入って「お前らおばちゃん」ってこう後ろから見てる時にお,お,前 <laughs> お前らの真ん前がおばちゃんの胸やってんけどはい、はい、あのワンピース。うん おばちゃん来ててんけど、あの左か左乳首のとこだけ穴開けて乳首全開。おばちゃん。あけ、自分で切って乳首全開のおばちゃん持ってる。左だけほであまりにものことやからお前ら傷出なかったよ。あん時、普通におばちゃんの乳首の前でラケット探してたよ。 柄柄やや思思っってての服俺でももうずっともう小学校から言行ってたんや俺はもう仲良かったんやろおばちゃんと仲よかったねか知らんけどお前ら全員俺の弟ってなってたんやか全員西野になったんやろ6人兄弟ぐらいやってた俺らも7人七人兄弟西野くんたち仲いいねって言うてな兄弟で卓球着てるみたいになって「おばちゃん地区見えてんで」って言うたらお前らパッて見たらもう目の前に近かった ほんおばちゃんさ「んいやーやめてよ」って言って「見、うん、んといて恥ずかしい」って言うねん「うん、いやお前が見せてんのやろ」と「<laughs> なんで?」なんて言ったら「熱いやろ」って言われて「<laughs> いや右右はじゃあ」って言うおばちゃん右は右は暑ないんい左から入れて循環させてるんじゃないですか <laughs> <や> <laughs> ファン、ファンみたいな。首が回ってるかもしれない。ひょっとしたら。今すがよ。よみたらな。工事現場とかの人が来てる。扇風機付服みたいな感じで。だから左の乳首は回す、羽のように回すの乳首やったかもしれない。いいや、あれな。すごいね。衝撃的やった。いや、ほんでな。俺ツイッターやってるやんか。ほんなら、あの、ある変身が来てな、男の子が。 さんとあの僕はあの深谷の卓球場であのバイト後半バイトしてたものですって最後の方おばちゃんがあんま見せてんくなって若い男の子が受付やってたやろその受付の男の子が「返信たことああ!」ってなってほんならあの最後の方おばちゃんはもうあの片乳首だけじゃなくて最後は。 あの上半身裸でしたってでもなんかもうあんまりもするからもうちょっと DM で話聞かせてくれって言ってほんまに熱かったほんまに暑かったじゃン。ファンが回らへんようそなってえでも70歳ぐらいやったね当時そうやなあのおばちゃんでなでも ほからの人はみんな知ってるよあの卓球場はそうね <laughs> 名物やったもん <laughs> えっ上半身裸で受付には出てないですよねいや出ててないや <laughs> いやもうぶつかり稽古みたいになってんんだからもうマジか相撲部屋みたいな全然最後あのおばちゃんいやだからなそういうのとかもさ今はさ、うん、もうコンビにな,なったやんか今はねもうあ絶対残すとかなあかんやんあんな これ、分かったですからね。うん。後次が空いたら。そうやね。あの、乳首半分出せる、後次が。いや、そいついない、別に。いや、卓球できたらええねんから、それで。だって、今なんか卓球ブームやしさ。うん。そう。まあ、あんだけこう、なんか。いなせな、卓球場ってないよ。のじゃん。いや、あんだけ施設があるね。そうそうそう。 だからそういうのも俺はほんまにいや俺でよかったらさお前はその流木拾うんかもしれんけどさ俺は卓球あそこそのまま俺は次たいぐらいあそこ好きやったからさまあまあまあねうんか金でも見せながらさ <laughs> も<う>でも捕まると思うだけど <laughs> 普通にいやカウンターの下でね <laughs>、うん、なんかそんなんとかさ、うんうん、あれでしょでもなんか気に入ってる店とかあるよ、うん、あの今ちょっとイタリアン、ね、めっちゃ生きってるやん急にうん イタリアンイタにあに。まイタリアン結構好きやもんなどんなどんなみたいなそこは大丈夫なシアにあんねんけどヒパニ食堂何ヒパニ食堂ヒパニ食堂おうそれまあネットで調べてもらったらあの分かるんだけどそこいいよあそうそこは普通においしくてははん これ知り合いやな多分オーナーに宣伝しといてくれ言われたパターンやなお前いやいや私的に使うなえ？いやでも本当いいっすよあそうじゃそこもね行ったら小林さんもいるかもしれんし聞いてる方ねえっともう一回名前ひっぱに食堂ひっぱに食堂ぜひ行ってみてくださいということでね神戸ねもっと盛り上がるね記事とかね何かあったらどんどん紹介していきたいと思いますということで以上神戸工場計画でした